で、今日やるのは、いろいろな、その、機械学習の手法です。で、機械学習というのは、何だったかっていうのを思い出すと、仮説関数みたいな。で、まあ、モデルがあるんだね。モデルとか、アーキテクチャとかやってる。データをたくさん流し込んで、この X っていうのが、入力のデータ。で、出力が、なんか Y みたいな。で、ここでは、分類。クラシファイケーション、分類をします。の例で、4つのフルーツ、アップル、マンダリン、オレンジ、レモンを分類する。分類だから、Y というのは、このうちのどれかっていうのを当てたい。で、入れるデータとしては、たった2つか。マス、重量とカラースコア、なんか色みたいな。で、当てましょう。で、前は、ロジスティック回帰。回帰って名前なんだけど、分類をするための、モデル、うん。で、一番基本的なロジスティック回帰を使って、分類をやってみたんですけど、今日は、経営近傍法ですね。経営ネイバーズクラシファイヤー。で、サイキットランのネイバーズってところにある、経営ネイバーズクラシファイヤーというクラスね。クラスを持ってきて、で、あとは入れるだけです。方法は同じで、データはパンダス、あ、もちろんこれ、パンダスを PD という別名で、読んでおく。インポート、パンダス as PD だね、うん、PD というエイリアスって言うんだけど、エイリアスで読み込んでおいて、見てみると、まあ、ヘッドだから最初の5つだけ見るとこんな風になっている。でも、たくさんあるはずです。で、こいつを持ってきて、まあ、やることは、前とほとんど同じ。で、これもう一回なんか読んだよね。まあ、K ネイバーズクラシファイアと持ってきて、で、さっき言ったように入力 X を作る。で、入力 X っていうのは、これが Y ね。フルーツラベル。これが Y になる。こっちが X なので、これを、取ればいいっていうので、ドロップする。フルーツというデータフレームから、フルーツ、とアンダースコアラベルっていうのをアクシス1で、軸1で、これはまあパンダスやってた人は分かるんです。で、Y に、Y はフルーツラベル。で、X はこっち。この。というふうにしてやるんだけど、一応、後で可視化をするために、Fit Transform っていう、メソッドで、これ、スタンダードスケーラーって言って、平均0、標準偏差1になるように直してくれる。ってことをしておきます。まあ、しなくてもいいんだけど、一応やっておきます。で、さっきインポートした K ネイバーズクラシファイアで、引数、関数、このクラスに入れる引数は、これが、この経営近傍法の唯一のパラメータ。で、K っていうやつです。K 何かっていうと、名前の通り、そのデータの近所、いくつ持ってくればいいのか。で、なので、この場合3に設定してます。3にするとどうなのかっていうと、まあ、あとも同じね、フィットして予測する、プレディクトする。で、正解率を計算してみると、0.93 で出てくる。で、デシジョンビズっていうので、決定の境界っていうのを、こう、見えるんだったね。これ見ると非常にわかりやすいので、見てみると、今4種類、アップル、マンダリン、オレンジ、レモンっていうのがちょっと見づらいんだけど、色違いんだっていう。で、それぞれのデータから、経営近傍法、この K が3だから、例えば、こいつ、こういうデータがあったとしましょう。どこ見るかっていうと、この近所1、2、3、あ、自分も含めてね、自分も含めて1、2、3持ってきて、それが何かっていうのを見る。これ、近所全部アップルだよね。ってことは、これもアップルに違いないっていうふうに思う。こんだけの方法です。非常に簡単。ね。で、たまにずれてるのあるよね。これ、アップルが飛び地になっちゃってるんだけど、この辺を外れてるやつだね。外れてるやつ。近所見ると、なんかこの、なんだ、オレンジかな？なんか、オレンジがいっぱいあるんで、この領域、ピンクの領域はオレンジと思ってしまう。で、決定の境界も、前はまっすぐになっててね、直線になってた境界。ロジスティック回帰だと、式位置でぶった切る。
ので、直線になるんだけど、まあ、いろいろこう入り組んだやつもできるように。で、正解率も非常にいい。で、これ実は正解率を100%、1にすることも簡単です。どうするかっていうと、K イコール1。あ、これ、自分でやってみてください。K を大きくすると、この正解率がどん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 落ちていく。K イコール1にすると100%1になる。なんでかっていうと、データを見て、自分自身と比べるから、自分のラベルを見ちゃうんだね。でもこれは実はあまり役に立たない。役に立たない。ちゃんと言うと、半可性能ってのがないんだね。だから実際に機械学習ってのは新しいデータが来たときに、この辺来たときにこれは何だろうっていうと、あ、これはアップルだとかね、これはオレンジだっていうのは分かりたいわけ。今あるデータを全部覚えちゃうっていうのは何も役に立たない。ので、機械学習のその極意っていうのは、この新しく来るデータにちゃんと適用できるというのが極意で。で、K をどん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 大きくしていくと、この半可性能は上がるんだけど、逆に当たらなくなります。逆に当たらなくなってくる。で、そのいろいろ試してみてください。で、それが、この、K 近傍法。で、まあ、一応問題もありますので、やってみると、そうだね。いろいろ変えてみてねっていうことです。で、同じことを教えるために、今度は多項式回帰っていうのをやります。多項式回帰って何かっていうと、一番最初の回帰のところでやったテレビとラジオと新聞の、こう、なんていうの、広告費から売り上げを当てたいって言ったね。これが X、これが Y。一番最初の例材。で、これあんまり当たってなかったと思います。もっと当てたいと思ったらどうすればいいのかっていうと、テレビとラジオの両方相乗効果みたいな。とか、テレビを自浄しちゃう。これ、X1 ってのはテレビかな。で、X2 がラジオ、X3 が、まあ、新聞としましょう。時事を入れちゃうとか。あ、この場合、単に時事を入れてるだけだね。X1 かける X2 ってのを入れるのもある。で、こういう、なんていうのかな。変数を掛け算したものを、まあ、時事も入ってもいい。3乗も入ってる、ね。こういうのを多項式って言います。ポリノミア。で、多項式回帰っていうのは、こういうふうに2乗の項とか何乗の項とかっていうのを勝手に追加してくれて、で、まあ、やってくれるんだけど、実は普通の線形回帰でできます。どうすればいいかっていうと、こう、テレビとラジオの掛け算っていうのを、まあ、自分で作って入れちゃえば、新しい列、これな、TV かけるラジオ。これとこれ掛け算したのをここに入れるっていうのは、パンダスだと簡単でしたよね。パンダスは列丸ごと、data.tv っていうとテレビの列が全部、入ってた。何倍の配列になるんです。か、シリーズか。これデータフレームって言うんだけど、1列だけはシリーズって言ったね。で、と、data.radio を掛け算す。と、それを、データの tv かけるラジオのところに入れるっていうところができます。同じように tv かけるニュースペーパーとか。こっちは事情と書いてあるんだけど、まあ、テレビの事情を入れてもいい。まあ、適当に追加してあげる。そうすると、で、そのすべて、まあ、掛け算して入れたものが、X です。ね。で、売上は、で、前と同じように、リニアリグレッションのクラスをインポートして、フィットして予測して、スコア、見る、ね。スコアっていうのが、決定係数でした。R スクエアですね。を計算する。で、前やったとき、こういう多項式でない普通の回帰をやったときは0.89でした。まあまあ、これも当たってるんだけど、これやると0.96になる。で、上がった嬉しいなっていうのは、実はあまりよろしくない。事情とかってあんまり意味がないよね。掛け算して。まあ、相乗効果あるかもしれないけど、実はズルをしてしまって、さっき言った半化、新しいデータに対する、なんていうのかな、性能が悪化してしまっている。元のデータをなんか、加工して、例えば、例として、こういう、どうしようかな。こういうのがあったとしましょで、線形回帰をやると、まあ、なかなか当たらないよね。こうなっちゃったり、こうなっちゃったりして。当てづらいので、で、あ、もっと、もっと、もっといっぱいつく、もっと、こんな変な
で、すごい当たるもの、すごい当たるっていうのは、例えば、全部こう通っちゃうんでね。多項式回帰で何乗って増やしていくと全部通れるんだよね。全部通れる。でもそれってあんまり役に立たない。役に立たない。この辺来たらこれって言えるんだけど、それよりはこういうやつだったら何が望ましいのっていうと、こんなのが望ましいよね。ね。だって適当に、なんていうかな。元のデータに、なんていうか、引っ張られすぎないっていうのが大事。ここがすごく大事なところです。で、こういうふうに全部通っちゃうようなやつをやりがちです。結構やりがちで、要は、で、与えられたデータにだけ、与えられたデータにだけ正解を出す。うん。で、こういうのを、オーバーフィットって言います。オーバーフィット。よくその手書き文字の認識で、日本語の手書き文字の認識が100%当たりますっていう宣伝をしているベンチャー企業とかあるんだけど、それは多分、役に立たない。日本語の手書き文字のこういうデータっていうのはものすごくきれいに書いてデータが配られてます。まあ、ある研究所が作ったらしいんだけど、その人たちはあんまり機械学習のことを勉強してなかったんだろうね。こういうお手本のこういうのを、たくさんの人にバイト代出して配って、これと同じように書いてくださいっていうので、手書きの文字を作ったんだね。だから、ものすごくきれいに。なのがいっぱい入ってる。だから100%当たる。だから100%当たる。っていうような、機械学習のモデルっていうのは、インチキだったことが大体わかる。大体、私の書くみたいなこういう字っていうのは、絶対当たらない。認識率が非常に悪い。まあ、でも実は最近は、すごく良くなってきた。100%とは言えないんだけど、まあ、96%だ、98%とか。っていうのが認識できるようなところまで行っているんだけど、ということで、そのためにはどうする？でね、これオーバーフィットここに書いてある。オーバーフィットをしないためには何が必要かっていうのが次のところです。ここが非常に大事な概念なので、知っておいた方がいいっていうので、しつこくやろうと思います。そうだね。K イコール1の、K 近傍法をすると、過剰適合って訳してるね、私ね。オーバーフィットって言います。オーバーフィット。で、科学習。科学習って訳してる人も多いんだけど、フィット、学習はしてないんだよね。フィット、さっきのこういう線にフィットさせるときに、まあ、オーバーフィットしてる。あまりにも引っ張られてる。っていうので、私は過剰適合っていう日本語にして、科学習は使わないようにして。実はこれはオーバーフィットの反対で、こういうデータに対して、全然ずれちゃってる。ただの直線って。これは実はアンダーフィット。アンダーフィット。で、科学習って言ってる人たちは、これなんて言うのっていうと、ハテナってなっちゃうんで、まあ、オーバーフィットって英語で言うようにします。世の中はこっちが多い。オーバーフィットしてるって言います。で、実際に、オーバーフィットしないためには、これですね。訓練用のデータ、トレーニングデータって言います。と、検証用っていうかテスト用のデータを分け。だから、訓練で使った？さっきフィットってやったよね。フィットっていうのは訓練するっていう。で、訓練したデータと違うデータで検証っていうかね、正解率とか、R スクエアとか、そういうのを計算するとき、誤差を評価するのは分け直しちゃいけない。ここがポイントです。まあ、そんだけの話です。で、今試しにこれなんだ。ボストンの住宅の価格かな？これが価格。で、こんだけいっぱいあるから、まあ当たるでしょっていう。で、このメドブっていう列が見づらいけど、これが Y になってるんで、それだけを除いて、後のをドロップ、それを X としましょう。これ全部、数字だから、そのまま使っていい。ね。X が特徴ベクトから Y を当てる。で、これです。モデル、トレインテストスプリット。まあ、自分で分けてもいいんだけど、データを今たくさんあったら、こう、で、あれ。データたくさんあったら、自分で適当にね、ここまでは、訓練用、トレイン用。こっちがテスト用って。まあ自分で分けてもいいんだけど、まあ、分けてくれる、関数が準備されています。で、
何パーセントぐらいやればいいのっていうので、データの数にもよるんだけど、この場合多分データそんなになかったような気がするので、その時は約3割だね。0.3。訓練用が0.7。で、後ろの方だけテストってやると実は良くないんだね。例えば、アイリスデータ、早めのデータだったりすると、後ろの方は全部、なんだ、バージニカだったりしちゃう。ランダムに選んできて、ランダムに選んできて、30%は、トレイン。これ後ろ2つがテスト用。前の2つが、違う。間違えてる。これが X のトレイン、ね。次が X のテスト。次 Y のトレイン、Y のテストっていうのを、ちゃんとこう、訓練用の X と、ターゲットを表す Y っていうのをちゃんと対応付けさせてランダムに選んでくれて、っていうのがこれです。トレインテストスプリット。これやった後で、まあ、手順は同じです。線形回帰、フィットで、これ、入れるのは X トレイン、Y トレイン。訓練用のデータで訓練する。当たり前だね。予測をする。予測をするときは見るかな。ちょっとテストでやってる。テストで予測をする。で、テストの方で評価をする。とすると、これとズルができない。で、0.7。決定係数0.7っていうのは、まあそこそこ。で、実は、プロットをしてくれるイエローブリックだと、実は、この訓練用とテスト用両方ともプロットしてくれます。で、フィットは、もうさっきの話ね、訓練用、トレインでやる。で、スコアやるときはテストを入れる。で、ショーってやると、両方、見せてくれる。で、訓練用の、見えるかな？ちょっとちっちゃいけど、訓練用の R スクエアは0.732。テスト用の R スクエアは0.745。ってことは、テスト用の方が大きいんだね。大きい方がいいんだよね。1に近いほどいい。R スクエアは理想的なのは1に近い方がいい。というので、これは実はオーバーフィットはしていない。ちょうどいい。ということが、言える。で、これが明らかに違う。この訓練用の R スクエアが、まあ、例えば0.99とかね。で、テストでやると R スクエアが0.7っていうのは、これは完全オーバーフィット。で、これを見れば、テスト用と、訓練用での、まあ、R スクエアでもいいし、分類の場合は正解率、アキュラシーを見たりすれば、オーバーフィットかどうかがわかる。で、オーバーフィットを避けるような工夫って今の全くやってないんだけど、まあ、たまたまデータがそういうデータだったんだろう。で、避けるような、工夫を入れた、機械学習のモデルというのもあります。で、一番単純なやつは、生息化ってやつです。レギュラライゼーション。で、これ、発想は簡単で、線形回帰の時は、これ覚えてるかな？これ仮説関数。で、これで当てに、こっちが正解。で、事情して和を取ったもの。データ数で割ったもの。で、これで、これを最小にしてました。これが費用関数っていうんだったね。で、この部分をロスファンクションっていう、損失関数。で、この JW を最小にするような W を出してました。これが普通の線形回帰。リニアリグレッション。で、こいつを付け加えただけです。で、これが、生息加工。生息化パラメータ。で、ラムダ。これ、ギリシャ文字でラムダという。で、ラムダかけるこれ。で、これ何かっていうと、パラメータ W の事情は。だから、これをちっちゃくし、これを小さくしてねっていうと、ラムダを大きくしていくと、なるべくちっちゃなラムダで。あ、ね、一番なるべくちっちゃな W。W あんま大きくしないでねっていうような項を入れただけ。まあ、こういう工夫を入れるだけで、まあまあ良くなることもある。あ、さっきなんか変な図書いたけど、ラムダがちっちゃくなると、全部の点を通るような、これはだからオーバーフィットをしている。で、ラムダをすごく大きくしちゃうと、ラムダすごいちっちゃくなってねってなるんで、こういう、あ、これ書いてないな。たくさんの項があるにもかかわらず、ラムダちっちゃくなるってことは、もう線形しか引かなくなってくる。で、これはだから、こっちがオーバーフィット。こっちはアンダーフィットになる。ね。ちょうどいい。ちょうどいい具合になる。ようにラムダを調節すればいい。で、
そのための、まあ、線形回帰にこういう項を加えたものは、まあ、ちょっと名前ついていて、リッチ回帰と言います。で、ラムダを使わずになんか引数アルファっていうのが当たるんだけど、まあ、やってみましょう。リッチというのを、リニアモデルのモジュールにあるのをインポートします。で、アルファっていう引数を10にして、あとも同じ。訓練データでトレインして、テストデータでテストする。で、決定件数を見てみる。で、こんだけだと、10がいいかどうか分かんないよね。これ、パラメータって言います。いろいろ変えて、一番いいのを出したい。で、実は、自分でやるのめんどくさいので、イエローブリックにはアルファセレクションっていうのがついています。で、これ実は、訓練用とテスト用を自分で分けなくてもやってくれる。これ、後でちょっと順番の公示数とかいたらやる。交差検証、クロスバリデーション。クロスね。バリデーション。あ、後で。まあ、今言ってもいいんだけど、大したもんじゃないです。データはたくさんあります。どうすればいい？これを分けるんだけど、例えば、ここの部分だけを、こっちがテスト。で、こっちを、訓練。で、そんだけだと、信用できないんで、次はここっていうふうにして、これだと4つ分けるな。4つに分けて、その一部だけを、訓練にする。で、やって、その4つやった時の平均値を取ると、もっと信用できるよね。いいかな。ということで、いろいろ変えて、4つに分けて全部やるんだね。だからすごい時間かかりそうなんだけど、実は線形回帰なんてのは一瞬で終わるので、そのぐらいやったとしても大丈夫。で、アルファセレクションやってみます。で、リッチ、CV っていうのはクロスバリデーション。この CV、リッチ、CV っていうのを、持ってくる。で、アルファセレクションで、この作ったリッチ回帰のモデルを入れて、フィットしてショーするだけ。そうすると、ちゃんと綺麗に、アルファが 0.032 ぐらいがいいですよ。で、それからずれると、エラーが増える。ということができます。非常に便利な。で、実際に 0.032 っていうのを入れてやってみると、さっきよりが良くなったのかな？ 0.743。大して変わんないね。745になった。まあ、大差ないんだね。この場合ね。うん。ということがわかるわけです。で、練習問題があるので、やってみてください。もう少しやろうと思います。実は、機械学習ってものすごい、たくさんの研究があるので、いろんな便利なものがあります。で、この SVM、サポートベクターマシン、ベクトルマシン、って言うんだけど、なぜか、機械学習の人はベクターって、ベクトルのことをベクターと、まあ、かっこつけてるんだと思うんだけど、まあ、SVM とここでは書きます。ベクトルマシンって書いてあるんだけど、まあ、ベクターっていう人も多い。っていうのと、このカーネルっていう、ちょっとね、難しいに見えるんだけど、すごく便利な、カーネルトリックってのはなんかズルするって意味なんだけど、カーネルトリックって発想があるので、で、実はこのサポートベクターマシン SVMM っていうのは、ロジスティック回帰みたいなもの。まあ、これ式変形は置いといて、ロジスティック回帰って何だったかっていうと、こんな関数を使うんだったね。その費用関数は、まあ、こんな風に書ける。っていうのは、で、これ、あ、で、この関数何言うっていうと、実は Google の Google の Chrome、ブラウザでこの式を入れたりすると、見えます。手元にある人は入れてみると面白いと思うんだけど、どんな関数なのっていうと、こんな関数です。ね。これ、この関数。で、これ何言うっていうと、要は、Z ってあれだよね。普通に、回帰をして出したその評価値みたいなのを、こういう関数に直している。これ何かっていうと、Z がマイナス無限大になるとすごく大きくなる。これ費用関数だから。すごく大きくなっちゃうから、Z が、で、この辺に1があるのかな。Z が大きいときは、Z がプラスのときは1って判定したい。で、Y0 の時はこれ反対ね。反対、こういう関数。になるので、これ、ログとかついてるので、ちょっと計算しづらいよねっていうのが、この SVM のサポートベクターマシンの発想で、
もっと簡単な関数でいいんじゃないっていう話です。どうすればいいかっていうと、どこに書いてあるかな。ここまでは0。で、ここを超えるとこう。わかるかな。見づらいね。ずっと0で、この辺から変わってこう。似た関数だよね。で、こういうのは、区分的線形関数。あと、線形関数の、こう、ここでちょん切って線形関数。線形関数っていうのは単に、これよりちっちゃかったらその値そのもの。これより大きかったら0するだけなんで、非常に計算が早くなる。計算早いっていうのは結構いろんな利点があって、計算早いんだったら、もっといろんな工夫を入れられるんじゃないっていうんで、後でそのカーネルっていう発想でちょっと変形も、してやると、この SVM っていうのは非常にいい性能を出すってことが分かっている。だから発想は簡単で、すごい簡単な関数でやってるというだけです。で、一応生息加工、さっき言ったウェイトがあんまり大きくならないでね、オーバーフィットしないでねっていうのを入れて、この簡単な関数に変換した、これを非有関数として、やったのが、SVM、サポートベクトルマシで、実はこれ、線形関数なので、決定の境界っていうのは線形になる。線形でいいんだけど、カーネルって発想でやった方が良くなる。例えば、どうしようかな。なんか丸と×を分けたい。これ、ここに丸がある。ここに×がある。こういう分類問題を考えましょう。で、これ、線形関数、どこで切ってもダメだよね。ここが、こっち側×、こっち側丸って振ると、これが外れるじゃん。ここで切ってもダメだよね。ね。だから、線形だとこれ絶対分類できないってことが分かる。で、どうすればいいのっていうと、カーネルって発想。カーネルって別の空間に移す、なんか適当な操作。で、その方法もいろいろある。例えば、ここが原点として、ここは0として、ここからの距離っていう別の空間、この1次元じゃなくて、もう次元を増やすんだ。高次元に移す。距離をやると、距離だから2乗だね。2乗になる。こんな、空間になる。この上に丸があったりすると、実は簡単。こっち、×こっち映るよね。×こっち映る。これ分けるの簡単だよね。こう切り合い。わかる？わかるか。まあ、に、あの、これ1軸なんで分かりづらいんだけど、で、この辺に丸がある。で、この辺に×がある。そうすると、ここに原点持ってきて、そこからの距離で見たりすると、これは、距離がちっちゃいのは、だからこういう決定の境界になる。この距離がこの式1以下だったら丸。それより大きかったら×にする。でも、どこに原点があるのって分かんないよね。そこで、このガウスカーネルっていうのをお利口で、全部の点、これ一個一個の点を中心とした正規分布。ガウス分布ってのは正規分布ね。正規分布を考えて、正規分布ってのはこういうやつでね。それの重ね合わせ。だからこの辺のやつは、重ね合わせるとこんな風になるよね。この辺のは逆に、この正規分布の形というのは、ちゃんと、中心は自分。だけど、ウェイトがあるから、こっちに対してはマイナスにすればいいんだ。多分ね。こういう正規分布。そうすると、こっちはマイナス。こっちはプラス。っていうので、結構全部の地点からの、この正規分布の、これ正規分布の式ね。の距離っていうのを合わせたりすると、すごく計算が大変になりそうな気もするんだけど、さっきの SVM は線形関数だったから計算早いんだね。ということで、この高次元にしたやつ。で、このカーネルで移すだけ。元の、データではなくて、全部、こう、各地点を中心とした正規分布の値に直したやつのコスト関数。ですると、まあ、そんなに、大変でなく出てくる。実際、やってみればわかるけど、計算は一瞬でできる。ただし、解くべき変数の数は増えてんだね。各地点からの距離が減ってるから、まあ、2乗になっている。まあ、2乗ぐらい大丈夫でしょっていうので、やったのがこの SVM です。まあ、難しそうに見えるんだけど、使い方は簡単。例はアイリスデータかな。アイリスデータで普通に XY 出してきて、サイキットランの SVM、サポートベクターマシンから大文字の SVC か、サポートベクター、C はクラシファイア、分類器。
この場合、IS データだから分類したい。うん、というので、まあ、普通にやってみて、普通にやって、これはあれかな？クラシファイケーションレポートっていうのを書かせてるだけ。まあまあ、当たってると、これ IS のデータで、これが、ここにあるのが当たりだったよね。覚えてるかな？コンフュージョンメトリックス。混同行列。で、この対角線にあるのが当たり。外れがすごく少ない。で、まあ、ある程度、こう、サポートベクターマシンとか、なるべく、普通のロジスティック回帰っていうのは実務であんまり使いません。あんま当たらないんで。なるべく当たるようなモデルっていうのを知ってるといい。しかもその使い方がね、さっき言ったようにオーバーフィットしないように。うん。で、これ ROC か。この面積が大きい方がいいんでね。まあまあいい。ということが見て取れます。これがその決定の境界を見るとき。で、これは、カーネルトリックを使ってる。っていうので、決定の境界は線形じゃなくて非線形。って言ったら見えると思います。この辺で外れてるんだね。うん。これは外れてる。で、さっきちょっと言った、クロスバリデーション。交差検証について、ここでちゃんと説明してます。まあ、さっきちょっと説明したから簡単だと思うんだけど、例えば、これね、そのためのクラスもあります。あ、クラスじゃない、これ関数か。クロス、これ小文字で始まってると関数ね。大文字始まってるとクラス。クロスバルスコアっていうのが、サイキットランのモデルセレクションのところに入ってます。まあ、これはインポートしてきて、さっきのサポートベクタークラシファイアの、インスタンス、を入れて X と Y を入れます。で、トレインとテストに分ける必要もないんだ、ね。勝手にやってくれる。で、入れる、パラメータはこれだけです。CV。これ何かっていうと、クロスバリデーションの分割数。ね。分割数。で、あとは、評価尺度。もうこれも自分で入れます。この場合、分類なので、アキュラシー、正解率にしてます。まあ、他の尺度もいっぱいあります。で、まあ、アキュラシーが一番普通、自然なやつなので、やると、10個。だから元のデータ150だっけ。で、10個に分けるんだから、15個だね。15個を、テスト用。で、残りの150引く、15を、訓練用にした。っていうのを変えながら、15個をいろいろ変えながら、10回やってくれたんですね。1、2、3、4、5。だね。で、1回だけやったりすると、1になったりするんだね。1って何かっていうと100%当たる。でも、たまに外れるんだね。0.93とかになって。で、それの、あ、0.86ってのね。で、それの平均値を見ると、まあまあ、評価尺度としてはいいだろう。で、ここが、機械学習の、まあ、ポイントになるところ。で、もう少しやろうか。ニューラルネットワークというのがあります。で、式に書いてあるのはややこしそうなんだけど、どっかに図があったな。これだ。いわゆるロジスティック回帰っていうのを一番最初にやりました。実はロジスティック回帰というのは、このニューラルネットの特殊系で、この1個のこれ。これが実はロジスティック回帰で、で、ここに入ってる関数が、ロジスティック回帰の場合は、これね、1プラス E マイナスで、これをロジスティック関数。ニューラルネットの方では、シグモイド関数とか言ったりする。書くときは、もう、こういう字で書く。シグマとか。で、これは実は、古典的。昔はこれでした。で、あ、一応説明すると、やってることはロジスティック回帰と同じです。仮説関数はなんか線形関数で W というパラメータ、重みを計算する。で、それに対して G という非線形関数を入れるんだったね。ロジスティック回帰はこんな関数だった。ね、0の時に入れる。で、なぜかっていうと、非線形を入れないと当たらない。で、必ず言います。で、この非線形関数のことを総称して活性化関数、アクティベーションファンクションって言います。で、ロジスティック回帰の時はこれでやったんだけど、これは実はあまり良くないってことが最近知られています。で、何がいいのよっていうと、単 H っていうのが割と、まあ、こんな関数なんだけど、まあ、指数関数をこんなふうに合わせて、まあ、形は似てるんだけど、こっちの方がいい。これ、まあ、良くない理由は、こっちの方に行くと、勾配がね、ほとんどなくなっちゃうので、あまり良くない。で、場合によっては、これね、レルって言うんだね。レル。
とかランプ関数って言います。これ実は簡単で、マイナスだったら0、プラスだったらそのまま。さっきちょっと、SVM、サポートバックベクターマシンでやったよりもっと簡単な。マイナスだったら、で、これが実はいいよってことが最近、使われていて、こんな簡単な関数でいいんだねって話です。特に画像をやったりする。画像を見て何か当てたいというときは、圧倒的にこっちの方がいい。というので、そうだね。で、さっき言ったように、この1個だけ見ると、ロジスティック会議なんだ。それをいっぱい合わせるところがミソです。で、入力、これは入力の、特徴ベクトルが入ったとしましょう。こういう配列。このアットマークっていうのは、Python の掛け算のことね。で、ここにあるこのデータが、この、長さが3のベクトルだとしましょう。本当はテンソルっていうんだけど、多次元ベクトル、ね。何倍という多次元ベクトルだとしたときに、この線のところに全部ウェイトが入ります。この1から、この最初の、これ、この数なんてのを自分適当に決める。この場合4つね。1、2、3、4。で、だから1から1に行くウェイトがこれ。1から2に行くウェイトがこれ。というふうにいっぱいある。で、そのウェイトって何かっていうと、この入力データ X というベクトルに、このウェイトのベクトル、これね、これで決まりです。もう掛け算するだけ。で、掛け算すると何出てくるかっていうと、これ3行4列だから、4つの、長さ4のベクトルが出てくる、ね。で、さらに、また、これやっぱり、出したいのが Y だとすると、ここ4つのものを掛け算する。そうすると1個のスカラになるよね。で、これが1か0か、みたいな形で分類ができる。こんだけの仕組みです。非常に簡単。で、これが実は、非常に性能がいいということ。で、どうすればいいのっていうと、いろいろ工夫があって、さっきのレールという関数を使うんだよっていうのがあったり、この階層の数を増やしていく。なんていうのが、もううまく使うと。実はチャット GPT の中身もこのニューラルネットワーク。ディープラーニングって言うんですけど、ディープってどこからディープかわかんないんだけど、これはもうたくさんあります。いろんな工夫をすることによって、画像の生成もできるし、このニューラルネットっていうのが最近のブレイクスルーになって、いろんな問題に対する、非常にいい解法として知られています。で、一応サイキットランにもついてます。サイキットラン、ニューラルネットワークに、あるんだけど、あんまり性能良くないです。全然ディープじゃない。ディープじゃない。で、実際に、これやってみた例なんだけど、そのまま、引数なしでやると多分3層とか4層とかだと思うんだけど、ちょっと覚えてないんだけど、あんまりよろしくないのが出てくると思います。どのぐらいまでやった方がいいのかな。この辺で、どういうかな。で、ちょっと、今ちょっと書いてあった、この、プレイングラウンドテンソルフローオールっていうのがあって、ディープラーニングを遊べるサイトがあります。これがそれかな。で、ちょっと説明しながら遊んでみようと思います。で、これ何っていうと、こっちが入力データです。こっちとこれ見えないんだね。この上には書けないので、入力データ見えるかな？ X1、X2 という2つのやつで、当てたいのは右の方にある。右の方にある、ちょっとやってみるか。青い点なのか、オレンジの点なのか。青は1、オレンジはマイナス1。で、これを、このニューラルネットが当てに行くというのが、これです。ちょっと、戻すかな。今全然、すべての間の線が、色が薄い色になってるよね。で、これ、計算をしていくとこんな感じになっていて、太い線は、W、パラメータ、ウェイトが大きいところ。で、合わせていくと、この中に丸があって、外側がオレンジみたいな、こういう図形を、訓練できている。で、右上の方にアウトプットってあるよね。アウトプット。これが、もう一回戻してみると、これが、非応関数の変化。すぐに減ってるのがわかるよね。で、上の方に今動いているのがエポックといって、データを一発流し込むのが1エポックと言います。一周回る。その右に書いてあるのは、見るかな？ Learning Rate、学習率ってやつで、一回最後まで計算してみて、外れた場合はペナルティ、その非応関数の、誤差逆伝播って言うんだけど、微分値を計算して、その W ってパラメータを変えるんだ。その時に、あんまり
これが、ラーニングレートが大きすぎたりすると、デコボコしちゃう。小さすぎると、なかなか進まない。という現象が起きます。試しにすごいちっちゃくしてみようかな。試しにすごいちっちゃくしてやってみると、ほら、なかなか進まない。見えるかな？右上のアウトプットの道路がゆっくりゆっくり進んでいる。で、これは小さすぎるんだね。小さすぎるので、徐々には行くんだけど、なかなか行ってくれない。見えるかな？で、大きすぎるとどうなるのっていうと、大きすぎると、これは全然行ってないよね。大きすぎるんで、一番さ、比用関数が最初にところ見つからないんだ、ね。見つからずに、右行ったり左行ったりでごぼこしちゃってる。だからこれはやっぱ適当な値、さっき言ったっけ。適当な値に直さないと、ちっちゃすぎるのか。元の値忘れちゃったね。これ多分ちっちゃすぎだね。あるのは、そのうち行く。で、このいい学習率を見つけるっていうのは、多分予備的な実験をして、この場合すぐ行った。これだっけな、初期値。で、その右にあるのがアクティベーション。さっきの活性化関数。今、単 H になってます。で、レルとかにするとどうなるのっていうと、ね、マイナスだったら0、プラスだったらそのまんまって関数。そんな簡単な関数でもちゃんと、当然決定の境界は直線になる。だけど、このぐらいの問題だったらできる。で、シグモイドってあるね。シグモイド。シグモイドっていうのは、ロジスティック回路。で、これは実はなかなかいかない。なかなかいかない。勾配の計算が非常に厄介。勾配消失。って言うんだけど、まあ、この場合は、レギュラー簡単なのでいきます。いや、正則化、レギュラーで、正則化はこれなしになって。まあ、なしてもいいのかな。どんだけ正則化を入れるか。っていうのもいろいろ変えられる。シグモイドじゃなくて。で、リニアっていうアクティベーションファンクションするところは全然ダメです。なぜかっていうと、非線形なものを入れないと、ニューラルネットは役に立たない。線形関数を掛け算して、だからこのウェイトを掛け算するところは線形変化。でもその後に非線形がないと、線形かける線形は線形だから、いつまで経ってもいかない。まあ単位置が一番無難なところでしょう。で、今度は違うデータ。右上と左。右上と左下だけが、青。そうでないのがオレンジ。ここもちゃんと、この簡単なので、学習できます。ちゃんと言ってるっていうのが見て取れると思います。で、次。これも簡単。で、これが厄介なんだね。これは難しい。非常に複雑な関数。なので、これは多分このままだといかないと思います。まあ、後で自分で遊んでみると、どうすればいいか。っていうのをいろいろ実験してみると面白いと思います。あ、ちなみにこのアウトプットってところに出てる2本の線は、訓練ロスっていうのが薄い灰色かな。で、テストロスっていうのが、濃い。で、テストと、訓練のロスが同じぐらいになってれば、なんていうかな、過剰適合していないって話だったね。この場合、完全過剰適合してしまって、訓練用のデータに引っ張られてしまっているので、ちゃんと、新しいデータに対しては、分類ができていないっていうことになっているかな。で、どうすればいいか、ちょっと考えてみましょう。例えば、ニューロンの数を増やす。階層も、増やせます。このぐらい増やす。で、やってみましょう。で、ディープラーニングってのは、本当はもっとね、50層とか、すごい深くしちゃう。というと、いろんなものが、学習できるようになる。ということが知られてるんだけど、まあ、これは、古典的なニューラルネットの例題なので、あんまり深くしても実はうまくいっていない。っていうのが見て取れると思います。で、多分一番簡単なのは、さっきの多項式回帰みたいにして、こういう、特徴を増やし、これフィーチャーと書いてあるよね。事情の項を追加するとか、たくさん追加します。サイン X とかね、非常にずるい 特徴を増やしてやったりすると、ただしこれ最小値出したりするのは非常に難しくて、アウトプットのところにあるこのグラフ見ると、下がったり上がったりするよね。凸関数って習ったねえから。簡単に最初からいかずに、うまくいかなかったり、また戻ったりして、で、これで大体、ちゃんと分けられるようになったと思います。で、途中にあるこのニューロン。これニューロンっていうね。人間のこの頭の中に入ってるようなものを、模してやって。それ見ると、最初の方は、
この最後のところはちゃんと分類で、これ最初の方はいろんな、なんとか、違う場所が、を学習しているっていうのが見えると思います。最初は非常に単純な、この一番下のプロニューロンだったりすると、真ん中辺だけ、活性化するっていうんだけど、1になって、あと全部0っていうのを、このニューロンは学習している。この、ウェイトの足し合わせね。この辺見ると、左下の方だけ青くなるんです。これを見ると、だからだんだんこの階層が深くなるに従って、複雑な形というのを覚えられるんで、で、最後はちゃんと、オレンジと、青が分類できているっていうのが見て取れると思います。